日本の、皆様へという形でですね、出したメッセージが舐めてんのかこいつらと、俺たちのせいじゃねえと、これからも舐めてかかると。詐欺の、その、親玉みたいなもの、中国とかにいたりとかして、高決算だったですね、メタプラットフォーム社、Facebook とか Instagram とか WhatsApp を運用している、マーク・ザッカーバーグ氏が CEO を務める会社なんですけれども、まあ私含めてですね、日本では著名人の詐欺広告をですね、放置している会社として、最近、有名になっております。なぜですね、彼らがですね、日本の、皆様へという形でですね、出したメッセージが舐めてんのかこいつらと、俺たちのせいじゃねえと、俺たちも頑張って努力はしてるけれども、全部詐欺広告を根絶やしにすることはできないと、これは社会全体で取り組むべき問題だと、なんでこんなことを言うのかっていうのをですね、僕もちょっとなんか不思議だったんですけれども、まあいろいろ調べていったところですね、どうやらですね、同じような問題っていうのが起きてる地域と起きてない地域があると。まあアメリカとかオーストラリアとかですね、まあ日本とか、こういったメタに対する風当たりが従前そんなに強くなかった地域ではですね、こういった詐欺広告割と放置されてるんですけれども、 EU 圏でこういった問題が起きてないようなんですね。というのは EU って結構こういったグローバルプラットフォームへの規制がかなり厳しい、どんどんその規制強化していってるんですけれども、まあそういったところではですね、やぶへびになりそうなんで強めに審査をしてるんだと思うんですけれども、オーストラリアとか日本とかですね、舐めてかかってる国はですね、やってねえと。なんかそのオーストラリアで僕みたいな感じで詐欺広告を山のように使われてる人がですね、アメリカで提訴しようとしたら最終的にですね、断念しなきゃいけなくなったということで、これが通信品位法というですね、法律がありまして、そこの230条に、双方向コンピュータ通信サービスのプロバイダーは抽象的または違法なメッセージに対して責任を負わないという、つまり SNS のようなプラットフォームでは広告ですらですね、そこの中でその違法な行為をしたとしてもですね、プラットフォームはそこで責任を負わないと。まあつまり勝手にユーザー同士がやってることで、プラットフォームはですね、必要最低限のことをやってれば、審査してればですね、いいと。てかむしろ、主体的な審査に関わったらですね、そこをメタがコントロールできるということで、むしろですね、違法行為放置したんじゃないかというふうに疑われる可能性があるので、自動広告審査みたいな以上のことをやりたがらないっていうところで、どうやらアメリカではだから提訴できないわけですね。だから彼ら舐めた対応してるわけで、これはだから日本だけでも少なくともですね、規制を強化してですね、こういった広告を取り締まるようにプラットフォーム側に言っていかないとですね、これ我々ではどうしようもないし、詐欺グループっていうのは当然ながらですね、今の詐欺グループを摘発したところでですね、第2、第3、第4のですね、そういった詐欺グループっていうのは当然出てくるわけでですね、こいつらいくら取り締まったところでですね、キリがないと。だからプラットフォームがですね、規制強化をしなければいけないんだけれども、それをやるためにはプレッシャーを与えないといけないわけですね。だから少なくとも日本で商売したかったらですね、こういった規制を守りなさいというようなですね、法律なりルールなりをですね、日本政府がやっていく以外、まあ、つまりメタのようなグローバルプラットフォーマーに対してですね、特に、まあ、例えば Google なんか自主的にそういった審査してるわけですけれども、まあ、それはドンビエビルっていう、その悪魔になるなっていう社訓があるから、そういったことをしてるわけですけれども、メタっていう会社は儲かれば何でもいいやと、多少その違法なことをね、グレーなことしてもいいだろうみたいなのが、創業者のマーク・ザッカーバーグさんをね、扱った伝記であるソーシャルネットワークって映画を見ればわかる通りですね、最初からそういったところへのですね、モラルは完全に欠如してる。合法であれば何もやってもいいというような、はい、そういったところがあるので、彼らは多分舐めてかかっている。これからも舐めてかかるというような形になってる。ただね、広告の奪い合いみたいな、デジタルプラットフォームにおけるですね、広告の奪い合いみたいなのが起こってるんで、メタもですね、頑張って利益を出さなければいけないんだけれども、今回高決算だったにもかかわらず株価かなり下落しております。それは今後の先行きが難しいと。詐欺広告だったりテムみたいな中国のですね、荒っぽいですね、EC サイト、皆さんね、よく広告出てると思いますけど、ああいったところの広告を入れざるを得ないような状況になっているというところがですね、メタの今後の苦しさ、
そういったものをですね、表してるんではないかなと思います。メタ社ですね、のプラットフォーム、Facebook とか Instagram を中心として、僕の名前を語る詐欺広告、これに騙された人たちが多数発生して、やっとテレビとかでも報道するようになってですね、どうやら2日前ぐらいからメタ社がですね、私の広告をすべて排除するっていうような暴挙に出ているということが判明しましたので、もうほんとしょうがねえなと。これもう多分1年以上前から私の名前を語った詐欺広告って出てて、最初の頃はですね、僕たち通報してたんですよね、メタに。でもいつまで経ってもいたちごっこで何もやんないんで、もういいやと思って。で、我々被害者でもね、被害者というか、被害者では間接的な被害者ではあるんですけど、直接的にその金銭的な被害を受けたわけじゃないので、警察にもなかなか被害届とか出しづらいんですよね。まあだから僕とかにその DM 送ったりとかして、その詐欺広告、これは本当にホリモンさんの広告ですかとかって言ってくる人いるんだけど、俺に聞いたってしょうがねえだろうと。警察に被害届出しなさい。ね、うちの母が騙されましたとかね、そういうのいっぱい来るんだけど、俺は警察じゃねえんだよ。俺に言ったって何も解決しないんですよ。メタ社とか、シンガポールでなんか AI に審査されてるから、この広告は正常ですみたいなこと言ったりとかするんで、どうにもなんないですね。だから、警察に被害届出せって言ったら、最近ね、なんかみんな出し始めてですね、蓋を開けてみたら何十億って多分騙されてるような感じがしますね。だからみんな、必死こいてこう詐欺をずっとやってるんだと思いますけれども、これははっきり言って日本の警察の不手際ですよ。京都府警とかですね、ウィーニー事件とかで金子さんとか捕まえてるくせにですね、あるいはなんか海外の合法カジノでオンラインカジノを日本からやったら捕まえるとかですね、そういう無駄なことをねずっとやらずにね、こういうね詐欺に引っかかるかわいそうな人たちを救えよって僕は思うんですけど、やっと最近動き出したなって言って、それを察知してテレビとかでやり始めて、やっとメタ社も動き出した、これやばいなっていうことで動き出したんだと思いますけど、はっきり言って時すでに遅しだよ。でさらに言うと、俺のオフィシャルの広告まで削除すんなよ。おめえらの AI はどうなってんだよ。うちの株式会社ジョフクってところから出してるスーツっていうサプリだったりとか、NMN の広告、これ全部ほとんど削除されてて、売り上げがなんか10分の1ぐらいになってんだよ。マジでこう勘弁してくれよ。ホリエモバイルの広告もそうなってるらしいぞ、お前。マジでさ、なんなん？俺、泣きっ面に蜂じゃん。なんかこの間ね、LINE に、総務省がね、なんか情報漏洩で、ネイバー社との結びつきが強いとかって言って、行政指導出してましたけど、なんか日本政府って、なんかアジア系の会社とかには、すごい厳しいくせに、なんかグローバルプラットフォームには、何の手当もできねえし、この間岸田首相ザッカーバーグに会ってたじゃん、みたいな。お前、俺の日本人が被害に遭ってる詐欺広告の、もう首謀者みたいなもんよ。だって、あいつら分かっててやってっからね。だってメタが過去最高益を上げたのって何割が詐欺広告だよっていうぐらい詐欺広告出てたよ。これ多分日本だけじゃないと思うんですよね。世界中でこういった詐欺広告が問題になってんのに、あいつら詐欺広告が出てんの分かってんのに、 AI が判定してるんで大丈夫ですとかわけわかんない言い訳をして、これもう俺詐欺の幇助だと思いますよ。これをね、日本政府及び警察、検察、放置してるっていうのは、本当良くないことだと思いますよ。そして僕の商売にもめちゃくちゃ影響出てますよ。今すぐ、私の広告は再開してほしい。我々、もちろん、その、問い合わせを出して、この広告は私公認のものです、というふうに、もちろん申請は出してるけれども、動いてくれるかどうかわかんねえんだよな。私、クライアントさんからも広告たくさんいただいておりまして、そちらの方もですね、多分被害受けてると思うので、詐欺の、その、親玉みたいなもの、中国とかにいたりとかして、摘発できねえのかもしんねえけど、なんとかしろよって思いました。